バチドーガイズ、バチドーカップに出場する皆さんがより上手になれるようにレッスン動画を作っていきたいと思います。まずはじめは津軽三味線の最も基本となる後ろバチ叩きについて解説していきたいと思います。津軽民謡を演奏するときは基本的に 100% の音量で叩かなければいけません。これができてないと迫力に欠けた貧弱な演奏になってしまいます。では 100% の音量で叩くにはどうしたらいいでしょうか。実は5つのポイントがあるのでそれぞれ見ていきましょう。まず1つ目は叩く場所です。三味線のドは太鼓と一緒です。皆さんは太鼓を目いっぱい叩くときに端っこの方をカツって叩くでしょうか。おそらく真ん中を思いっきり叩くはずなんですね。三味線も太鼓と一緒なので三味線の真ん中を叩きます。後ろすぎても前すぎても 100% の音量は出ません。もちろん1の糸、2の糸、3の糸、すべての糸が真ん中で叩かれる必要があります。二つ目はトップポジション、バチを振り上げる位置、高さです。当たり前に聞こえるかもしれませんが大きな音量で叩くためにはバチを高く振り上げなければいけません。トップポジションは力に自信がある人は低く、力に自信がない人は高くなります。まずはバチの角度を皮に対して45度ぐらいから始めて調整するといいと思います。トップポジションは高くすればするほど音量が大きくなるわけではありません。ある高さから音量がそれ以上大きくならなくなるのでそこで止めるといいと思います。それ以上高く振り上げても疲れやすくなったりミスの確率が増えるので必要最低限の高さで止めるっていうのが大事です。で、その時注意なんですけれども、トップポジションっていうのは手の高さではなくバチ先あるいは親指の高さなんですね。手が上がってしまうと早く弾けなくなったりその正しい軌道ではなくなってミスが増えたりします。あとは怪我の恐れもあるので手はなるべく皮に近く位置させて手首の回転だけでトップポジションを作るといいです。テイクバケーション。3つ目は振るスピードです。まあこれはねすごく簡単な話です。早くすれば音量が大きくなるし遅くすれば音量がちっちゃくなる。これはいつも目いっぱいマックスのスピードで振りましょう。4つ目はね深さです。これはね難しいです。大きな音量を出すためには糸を強く叩くだけではなくその後皮をしっかり押し込むことが大事です。力を入れるタイミングっていうのはトップポジションから糸に対して当てるこの時間ではなくて皮に当たった後です。親指でしっかり皮を押し込んだら一瞬で力を抜いてバチを上げます。しっかり押し込めてたら自然と皮からの反発を受けて跳ね上がります。あまり早く上げようとするとこの深さが全然足りずに音量はちっちゃくなってしまいますしずっと押し込めてるとこれも皮が振動できずに音量がちっちゃくなりますしあとは手首や親指の怪我にもつながるのでしっかり押さえたと思ったらすぐ力を抜くっていうのが大事です。感覚的には叩いてさらにその奥自分のお腹まで親指で押すようなイメージですね。
ここで終わるのではなく、さらにその奥まで親指で押すというような感覚があるといいと思います。最後5つ目は、バチの軌道です。バチのスイングの軌道っていうのは革と糸に対してなるべく垂直でないとダメです。ポイン。試してみると分かると思いますが、1の糸から3の糸の方向へ斜めに振ってしまってる人がすごく多いと思います。そうすると糸を打ち抜けなかったり、間違えて隣の糸を叩いてしまうっていうことがあるんですね。でそれに加えてバチはまっすぐ革に当てないと音量が十分に出ません。で垂直にするためには腕を上げてしまうと手も上がってしまってバチは革に対して垂直になりません。なので手首の回転だけを使って親指が糸の真上に来るようにバチを振りましょう。以上が、後ろバチの、コツになります。これをマスターして、ぜひ、より良い、シャミライフを送ってください。それではバイバイ。Everybody